MBS 茶屋町ゴルフクラブ藤本よしのりネバーギブアップ。おはようございます。プロゴルファーの藤本よしのりです。安福千乃です。番組アシスタントの川谷真子です。この番組はラジオのトークを通じてツアー優勝を目指す僕の強い思いをリスナーの皆さんと分かち合い、元気と希望をお届けできたらと思います。藤本プロをみんなで応援しましょう。この番組はおかげさまで創業137年、ライオンケミカル株式会社、フリーザーバッグや食品用ラップでおなじみ大日産業株式会社の提供でお送りします。MBS 茶屋町ゴルフクラブ藤本よしのりネバーギブアップ。今月のゲストはプロゴルファーの源祐介さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございま す。先週に引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。源祐介さんのプロフィールご紹介します。1991年生まれの31歳、徳島県のご出身です。大学は東北福祉大学、藤本プロの2学年下の後輩にあたります。大学4年生の時にプロ宣言をし、2014年にプロテスト初受験で合格。身長180センチの長身から繰り出す豪快なドライバーショットを武器にツアーを戦っておられます。今週は源さんの高校時代、大学時代の話を中心に伺っていきます。はい。徳島県ご出身の源プロ、高校は香川県の三川高校に進学したそうですね。はい。選んだ理由とゴルフ部の雰囲気など教えてもらえますか？選んだ理由はですね、一番家から近かった県、県はまたぐんですけども、近かったのと、まあ、練習場が200ヤードぐらいのすごい大きい練習場を持ってたっていうのもあって、それでちょっと進学することになりました。へえ。これ公立私立？私立です。へえ、はい。寮生活もされてたんですよね？はい、そうです。寮生活してました。家は近かったけど寮を選んだみたいな。そうです。車では1時間ぐらいかかったんで、もう寮に入っといた方が絶対。はい。どうですか、ゴルフ部の環境とか練習は厳しかったですか？環境はすごい良かったですね。アプローチバンカーも全部ありましたし、まあ、週に 2,3 回ゴルフ場に学校終わったらそのまま連れて行ってくれて、ハーフラウンドっていう形してもらってたんで、環境自体はすごい良かったです。へえ。上下関係どうやったん？上下関係はそこまでなかったんです。そうなんや、はい、誰とか聞かれなかったんだね。はい、聞かれなかったですよかったなよかった。何人ぐらい部員はいらっしゃったんですか？部員がですね、もうめちゃくちゃ少なくて10名、1年生か3年生まで10名ぐらいしかいなかったです、男女で？女子がいなかったんですよ。男子だけで10人、はい、僕らの学年で1人いて、下の学年で1人ぐらいです。そうなんですね、はい。じゃあ初めて親元離れての生活ってことですよね。寮に入って、どうでした寮生活は？で、僕のその寮入った寮って野球部と一緒だったんですね、だからすごいなんかゴルフ部みたいな感じで見られてるのはありました。野球部の方が上ってこと？野球部のメインが野球部の寮だったので、そこに3人ぐらい入っていてやってたんで、なんか野球部の中ではこう先輩が先に選択するとか、そういうのがあって、僕らはもうそんな関係なくこうやってたんで、誰やねんみたいななったりとかもしてありました。じゃあちょっと肩に狭い思いも若干狭かったですね、はい、そうなんや。部活同士でね、いろいろありますよね。ありますよね、はい、そんな三川高校を卒業後、東北福祉大学に入学ということで、はい、じゃあもうここで初めて上下関係バッチリ来たんですね。そうなんです。びっくりしたんじゃないですか？これがカルチャーショックやったんちゃいます？まずあるかもしれないです、ね、いろんな話やっぱ周りからすごい聞くじゃないですか、そう、上下関係はこんな感じよみたいな、入学前聞くんで、一応それを想定イメージしながら入りましたよ、ね、はい、どうでした？イメージ通りでした？まあまあイメージ通りに進んで行きましたね。打ち込み事件はありましたけど先週のね。じゃあ一個聞いてもらっていいですか？このさっき名前出てきた福岡のね、選手出てきたじゃないですか、うん、はい、佐藤くんが一番優しい先輩、うん、でいっちゃん怖い
先輩誰やったんって言ったら、うん、僕って言いますからね、はい、こんな仲いいのに僕が怖いって言うんですよ。どう思います？想定内やな。いやそうなのかな。誰は怖い。しかも別に何もしてないんですよ。なんかやってたら分かりますよ、はい、そうなんかこう悪いことして怒ったりしてね、なんかこう、はい、圧かけてたら分かるんですけど、うん、全く圧かけてないんですよ。一度も怒られたことないです。ないやな、はい、お前怒られてないな。ヨさんには一度も怒られたことない。だから逆にやらかしてなかった。あ、だから時間守らへんとかさ、部活に来えへん、時間ちょっと遅れたりとかさ、掃除汚いとかそういうのが全くなかったことだから自分の体を自分で一生懸命守ってたよ、ね、そこ徹底してました。徹底してたよな、はい、徹底してました。絶対粗相はせんとこう。粗相はなかった。だから逆に言うと、だからこいつ頭切れるんですよ。あ、すごい。だ、僕もそうですよ。先輩に怒られたことないですからね、大学の時言ってたね、はい、やっぱ本当に立ち回りがうまかったってことなんですかね、うん、そうなんですよ。まあ、大学1年生の時から源プロ団体メンバーに入っていた、はい、ということでしたけども、はい、源プロのゴルフの印象とか藤本さんから見てどんな風に感じてましたか？正直言っていいですか、うん、先週も言ったんですけど、この源くんっていう自体存在が全く目になかったんですよ。え、嘘。なんかこういうプレーしてたとかそういうのも全くない。終了や。だからゴルフ上手いとかも、ね、ゴルフ上手いとかもどんなゴルフするとかも全く覚えてない。多分なんか1年生に僕多分入れてもらった時って結構飛距離が多分その時入ったなんかすごい出てたんですね。でそれで阿部監督にとこう引き抜きというか、そのなんていうんですか、メンバーに入れてもらってたっていうのが僕は、そう、監督は飛ぶ子が好きやったんですよ。飛距離が出る子が、はい、はい、そのジャンルで入ってたと思う、はい、メンバー。そうですけど結構飛ぶ方なんです今でも。へえ。数字で言うとどのくらいになるんですか？もうキャリー300とか普通に行くんで、結構 PGA クラスですよ、ヘッドスピードとか見ると。すごい、はい、それやっぱり身長の高さとか180センチ。いや180でも飛ばない人飛ばないですよ、うん、はあ、センスですよね、飛距離は。そうなんです。ありがとうございます、はい、センスがいいっていうことでいいですか、源さん。ありがとうございます。褒めたで。ありがとうございます。飯汚れよ。藤本プロが卒業されてから、うん、源プロ大学4年生の時には副キャプテンとしてゴルフ部を牽引していた、はい、ということなんですね。そうですね。副キャプテンってどんなことするんですか？うん、副キャプテン、なんか福祉大学って副キャプテン3人ぐらいいつもこう選ばれるんですけど、うんうんうん、まあ、その団体に行った時に地元の仙台に誰もいないと誰もこう支持する子がいなかったりとかしたりするんで、それで3人選ばれるんですけど、うんうん、だからまとめ役っちゃまとめ役ですね、まとめ役みたいなもんですね、はい、まあまあまあ、でキャプテンが松山英樹さんだったということですけれども、はい、まあ、同級生から見てなんか松山英樹さんどんな人やったのかとか、はい、ですね、大学の時のイメージで言ったらもうめちゃくちゃ人見知りっていう感じがしましたね。へー。なんかこう一緒にいたりとか遊びに行っても周りこうあんまりこう寄せつけないというか、そういうオーラかちょっと出しますね。なんか、プライベートな話とかもあんまりしない。あ、僕らとかには普通に話すんですけど、その周りに声かけられたりとかした時に、うんうん、ファンの方とか、うん、はい、ってことですか？すごいなんかシャイというか、あんまり喋らない。言い方悪くしたら愛想悪いってことだね。そんなことはないと思いますけどね。どうでした、東北福祉大学入ってよかったなとか、なんかどうでした、大学生活。それは全然もうめちゃくちゃ良かったです、入って。はい、何が一番良かったですか？卒業してツアーとか出ても先輩だらけだし、こう誰かを頼っていけるというか、そういう道筋っていうのはすごい作ってくれてたんで、すごいやりやすかったですね、卒業しても。その縁が今もね、はい、こうやって番組につながってるわけですもんね、藤本。そうです、そうです、そうです。さあ、来週は源プロがプロ転向してからのお話を中心に伺います。線路のワンポイントレッスン。このコーナーはまさに今ゴルフ場へ向かうゴルファーの皆さんにすぐに役立つワンポイントを千野さんに教えてもらいます。はい、お便りいただいております。ありがとうございます。門真市のラジオネームユーミンさんからです。ありがとうございます。藤本さん、千野さん、川谷さん、おはようございます。千野さんへ質問です。私はよく手打ちになっていると指摘されます。自分ではよくわからないのですが、いわゆる手打ちとはどんなスイングですか？手打ちじゃないスイングをするには何を意識すればいいのでしょうか、といただきました。よく言ってはりますよね、アマチュアの方、手打ちになってるよって、はい、今日はちょっと源さんに
無茶ぶりもええとこちゃう、はい、聞いてみようかなと思うんですけど、ちょっと線路の意見ちょっとだけちょうだいや。線路が思う手打ちは、胸とかが、自分のその幹の塊が動いてなくて、なんか腕だけでポポーンって振ってるのが手打ちかな、まあ、体が止まってると、はい、回転が止まってるのが手打ちかなと思います。なるほどね。この手打ちってどこが手なのかなみたいな、はいはいはい、手って言ったらみんなどこをイメージするんですか。手、はい、手なんかもう腕じゃないのここから下とか、はい、なんか僕らからしてこう手って腕だったらいいと思うんですけど、うんうん、こう一般のゴルフされてる方は手って言ったらこう手先のイメージがやっぱりあるんじゃないですか。手首から先みたいなね。そしたら手打ちって言ったらちょっとこねてる感じ。 それがなんか手打ちなのかなと思って、なるほどね、なんか肩から手の先までが動いてれば僕は手打ちじゃないのかな、はい、手腕が触れればポジティブな。こいつなんかええこと言いよって腹立つわ。じゃあそのね、手打ちじゃないスイングするには意識っていうのはどういうところをすればいいんですかね。だから腕振りだけでもいいんじゃないかな、うん、下が止まってても腕さえこう動いてれば、もう手首から先だけじゃなくて、はいはいはい、腕全体動いとけば別に手打ちじゃないと、はい、手打ちじゃないんじゃない。なるほど、ね、じゃあそれ手打ちだよって言ったら、いやいや違う腕振りしてんねんって言ったら、腕振りや実際見てて足踏みしてんねんみたいな雰囲気で言うのよ。腕振りみたいな感じで、ああなるほど、手打ちだよと指摘されたらちょっとムカッとするんですよ。分かってるねんと思うんですけど、そういう風に言い返せばいいんだよっていうこともしっかり腕振ってたらいいってことですね、はい、教えてもらった気がします。いいと思います。井上さんも千野さんもありがとうございました。千野のワンポイントレッスンでした。藤本よしのりネバーギブアップ、エンディングのお時間です。さて藤本プロ、次の戦いはいつでしょうか。はい、9月14日から新潟で開催される PGM チャレンジに出場します。ご活躍期待しています。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組の感想、藤本プロへの質問、応援メッセージ、安福千乃さんにレッスンしてほしいことなどなど、メールでお待ちしています。宛先は fuji@mbs1179.com、 fuji@mbs1179.com です。また番組インスタグラムではスタジオの様子などを公開しています。ぜひ fuji_mbs で検索してフォローしてくださいね。メールでメッセージをいただいた方、公式インスタグラムをフォローしていただいた方の中から抽選で藤本プロのサイン入りゴルフボールをプレゼントします。お楽しみに。ここまでは藤本よしのりと安福千乃と川谷真子がお送りしました。また来週。この番組はおかげさまで創業137年、ライオンケミカル株式会社、フリーザーバッグや食品用ラップでおなじみ大日産業株式会社の提供でお送りしました。